はい、今回紹介する銃はこちらです。ベンジェネレーション5。ジェネレーション5でございます。いつ発売でしたっけこれ。年前でしたよね。最近丸井さん箱こだわってますよね。ちょっとね、車両に行ってね。はい、ダメ。じゃあいやオレンジだもん。2個目。ベッドレッシュ。そのオレンジはあれか、グロックのオレンジ本体。バックストリップ、ストリップが4枚。4枚、なんで2枚ずつあんの。ボンズとショートと2つ。俺が言ってるのはビーバーテイル。ビーバーテイル大好き。ビーバーテイルで今回のこのジェネレーション5になってからこれがつくんですよ。ボタンを押してすーばらすね、はい、デビューする前に弾と棒キャップとマイクロプロサイト用のネジ。マイクロプロサイト直でつけるからか。いや直じゃなくてあれもプレートあるんですよね。バックストリップの、ストリップの予備。いや、あのピンの長さが変わるはずなんですよね。あら、そう。あとホップ調整か、これ腹打ち用。オレンジになった。オレンジですね。黒ですよね、いつも。筒銃が中のそのマガジンの下のあれがオレンジだからっていうのでオレンジになった。これプロサイト用のマウント。多分他のメーカーのやつはつけれないんじゃないかな。純正で多分ないからどっかで作ってるやつをつけないとダメなの。マイクロプロサイトつければいいんだべ。あれにプロサイトつけれって。そう考えたら聞け、こんな話で。そう考えたらバトンさんはもう4枚ついてた最初に。これは結構ありがたかったんだなって。こういうところ丸いなんだって。丸い東京。ここっすよ、セーフティーは。あ、そこにセーフティーついてない。ああ、そうなんだ。スライドのやつはロック解除ね。アンビ両方いけますよ、うん、でここに乗せる分、うん、シリンダーの容量が変わるんですよ、うん、形状が。だからこれ特殊な形状をしてるはず。変わっちゃったんだ。ジェネ5の特徴、マグウェルがでかい。何ヤードは昔から丸い4ぐらいからだけついてないです。あ、5から。5から。お、ここのこの角度、ホルスターに収めやすい角度で、ああ、で前にセレーションが入ってる MOS かが付けれますよっていう。サイトはコップはジェネ4と一緒でここ、横バラさなくてもアクセスできるようになってると。一回一回こうスライド外してどうこうっていうのはないから、暗いところでもできる。で、あとこれがないの。俺これが嬉しい。フィンガーチャンネルがないから、俺フィンガーチャンネルはダメなんですよね。当たるんですよ、うん、指に。指のサイズが合わないのかなんか知らないけど、グロック向いてないんじゃないですか。握りづらい。でも細いんですよね、あの普通のダブルカラムと言われてるやつよりは。あ、刻印がちょっと変わったかな、うん、あ、ちゃんとグロックって入って グロックじゃねえな、クロックかな。うん、クロックだ。あの繋がってない、はい。前までなんか、モムシみたいなやつは。若干トリガーが重い。奥の方にあるんですよね、だいぶ。もう、いいと思いますよ。ここもでかくなってる。大型化。マガジンリリースが大型化してます。狭くなってます、もしかして。細く見える。JS に丸くなったんだね、こうが。あー、丸くなってるのか。うん、少し。角が少なくなってるのかな。うん、いや、これは楽かも、アンビ。左手で使う時もあるから。ジェン4は持ってたんですよ。すげえ飛ぶんですよ。なんで手放す ?CO2 が遅かったって言ってるの。丸いじゃダメなんですか。こっちの方がいいかも。なんかこう、別パーツって感じがする。まあ、実銃も別パーツなんですよね。下がポリマーで上が鉄。うん、なんか昔は両方ともポリマーだったらしいんですけど、スライド割れたらしいんですよ、うん、それで直してからなんか色が若干違うんですよね。こういうちょっとメタルっぽいっていうか質感も若干違う。見た目はこっちの方がいいのかな。あと今のその新しく出た方、あのバトンさんで出た方はちゃんとライセンス取ってるから、もしかしたら刻印とかはそっちの方がいいのかもしれない。もう実写性能だったらこっちの方が普通にいいと思う。安定してるし、当たり外れがないから。あと CO2 じゃないから、ハンマーが折れるとかっていうのはないかな。故障は多分少ないと思う、フロの方。ただ冬撃てないっていうのがでかいかな。まあまあ、北海道。こっちはね。夏場だったらバリバリ動く
けど。出始めの時寒くても動く、冷凍庫に入れても動くみたいな感じでいっぱい出したじゃないですか。メーカーはそう寒さには強く出ますと言ってたけど、はい、でもあんな冷蔵庫に入れて動かすような環境では想定してないって言ってたから。現在マイナス6度です。テンション3から。それほジェネレーションフライド。しないと多分そのままガスが温かくなってる、そのまま出てるだけだから、温めれば多分普通に打てると思う、うん、3発打つ？若干渋いな。サバゲーするならガンズロックス。東京丸 0.2g いきまーす。 68.8 68.768。安定してるね。しますね。はい、じゃあ、10メーター。お、お。はい、20。はい、20。やばいな、これ。あー。若干ホップ強いかも。あ、違う、あれだ、油だ。油が入ってて、多分ちょっと打ち直しないとダメかも。止まりました。まあ打ち切ったけどね、最後の方危なかったね。20かな。ふわってちょっと見えない、見えないのと多分新品だから油まだ馴染んでない、打ち鳴らし足りない。ジェネ4行きますか。ジェネ4、ジェネ5って大して変わんないような気がするんだけどな、はい、マガジンも変わってますよ。でも容量が初速上がりますか。ジェネ4東京マイルの 0.2g です。いきます。 70.4 68.8 69。若干こっちの方が若干高い。トリガーがめちゃ軽い。ああ、こっちの方がちょっと重たい、ちょっと遠い。はい、じゃあ 10m いきます。全然いく。 20いきます。これもなんか安定しねえな。これね、買ってからほぼ売ってないよ。あ、じゃあこれも馴染んでないじゃん。あ、これも打ち切ったね。打ち切りました。若干こっちの方がスムーズだな。これジェネ5、ジェネ4。こっちの方が軽い。軽いんだ。重さがあるような気がするけど、とか動きがすげえ滑らか。こっち若干なんか角張ってる、もさっとしてるような感じ、うん。今度ジェネ3蓄光タイプに変更した。マガジンもちゃんと純正ですから、片側だけがジェネ3のマガジン。持ってる人じゃないと分かんないよね。はい、はい、ジェネーション3、はい、同じ条件で、はい、同じ条件で 0.2g です。いきます。66、64.6、63.2。若干まあさっきよりは低い、まあ、一番低い、うん、じゃあまた 10m からいきます。はい、いきます。あ、重いな、なんか動きが。まあ 20m いきますよ。はい、ホップ調整がこれ多分済んでるからすごく、あ、だ、持たないんだ。ダメー、ダメー、打ち切れてなーい。まあ、しゃあないよね。まあ、一番古い型だから。これはしょうがない。これも若干重い。ガスがなくなりました。ジェネ3は終わりました。ジェネ5。2回目ね。1回も作業してないよ。これがオレンジなの。この子がね。これ、実銃のやつも最後、プレートがオレンジっていう。そういう細かいところいいよね。はい、ジェネ5、2マガジン目。若干マガジンが渋いな。サバゲーするならガンズロックス。24発くらい。そうですね。で、ホールドオープンしました。もう怪しいね、でもね。若干怪しいですね。もうきついな。もう多分10発打てるか打てないかぐらいじゃない。またこれは温め直して、次はジェネ4。
やっぱトリガーが軽い。コールドオープンしました。もうこっちもなかなか、こっちもやばそう。これでもすげえな。本当に狙ったところ飛んでく。あ、そう。あ、そっちが目的ではないんだけどさ。ガスの持ち具合じゃないのよ。時給操縦。あ、もう冷てえな。さすがに温まんねえな。同条件というわけにはいかないかな。若干これマガジン上からだと入れづらいかも。チェネ5。あー、ダメかな。ラス何個？ゼロ。あー、打ち切ったけどホールドオープンしなかったけど。ゼロ。ホールドオープンしなかった。3幕。はい。DJ ね、20m 行きまーす。なんか気持ちテネフォーの方が飛んでるような気がするんだけど、綺麗に。威力。あ、ダメだ。上だもん。あ、ホールドオープンした。あれ。あれ。つまんねえぞこれ。でももう限界かも。いや、元的には厳しい。でもテネフォーの方が持つって話だろ。俺の打ち方もあるけど。連射速度。そう。まあペースがね。ペースによってちょっと変わるから。でも多分もうこれあと何発も打てない。え、多分そう。変わんないと思うぜ、基本的に。増えたって割にはあんまり。かな。でも打っててですよ、キレがいいのはやっぱこっちかね。新しい方、うん。ただトリガーが遠い、落ちるまで遠い。こっちはもうなんかちょっと触っただけでもうすぐバーンと打てるような感じ。速射向いてんのはなんかこっちのような気がするな。はい、テネポちょっと温めました。もうほぼほぼ温まってないけど、いきまーす。13発。いや、閉鎖不良。今、交代量、交代不足か。これ多分無理だと思うな。交代不足。連射、少しの連射すると。打てなくはないけど、まあ、3発くらいかな。でも実質もう5発残りかな。多分こっちは発射の方にガスが多く振ってあるんだと思う。反動が少ないから狙いやすい。こっち若干反動が強い気がする。こっちに交代量の方にガス使ってるような気がする。結構こっち打っててブレるっていうか。だから多分こっち容量増やしたけど、3マガジンくらいしか打ててないっていうのはそういう理由だと思う。新しいマガジンをジェネ4にしたら、もっと打てるってことですね。こっちは多分そのスライドの動きを良くしてるのは、ここに上乗せること前提で、うん、使うからフローバックの方に多分パス使うようにしてるんだと思うんだけどな。メーカーの人じゃないから何とも言えないけど、もうどっちもいいなこれ、うん、いいんかい。いい。でフィンガーチャンネルついてるじゃんこっち。うん、フィンガーチャンネルは嫌だけど、トリガーの感じはやっぱこっちの方がいい。そう、ダスのいいとこって結局動作が実銃と同じっていう。そうだからここの違いなんですよ。この熱の違い、実際サバゲーで使うんだったら、はっきり言うとガス風呂ってデメリットじゃない。実際派じゃん、サバゲー派だから。うどうしても俺は電気を選んじゃう。結局ブローバックってデメリットでしかない。そう、サバゲーにおいては。だからブローバックしないならしない方が絶対いいし、ガス無駄に使うんだから、ソーコムが一番だから効率がいいかな。ただ結局燃料がガスっていう時点で、単純にお金、これの好き好き、もう完全にもう好き好き、好みだから。リアルさを求めると電気は絶対選ばないじゃん。電動ハンドガン嫌いな理由って太いんですよ、グリップが。どうしてもモーターとピストンが入ってる分、銃による。これは好き嫌いなんだけど、本当にマガジン入れただけじゃ撃てません。一回チャンバーに弾入れて撃つと、で弾が切れたらマガジンを変えて撃つって。ただ電半の場合って刺して撃てるから、うん、あんまり俺は、まあ、好き嫌いかって言われたら、絶対ガスの、うん、がやっぱ俺らはとにかくサバゲーとして使いたいから。いや、まあサバゲーでもこういうの使ってる人もいるけども、北海道でやるとなった時にガスが使える期間が少ないじゃない。
って同じ値段で出して買ったとしても使える使用率っていうのは絶対電気とかの上になるじゃん。そうですね。同じ重量を買って電気とガス買った場合、うん、だったら電気使うよねっていう。内地の人はさ、ガスさ、やっぱり、うん、内地って伝わんねえんだけどさ、向こうの人には。あっちとかまだこの時期でもう20度いったりするから、だったらこれ全然オールシーズンで使える。全然使える。で CO2 よりも安い、絶対あのランニングコースはクロンの方が。あと基本的なこと言ったら単純に当たるよね。いじんなくても信頼、箱出しなんだから。そう、これ箱出しで今あんだけ、うん、だしかも無調整であんだけ当たるんだから、だから丸いだって言ってんじゃん、だから結局。だからでも今これその俺がサバゲー始めた頃に比べて冬でもうここまで打てるってすごいと思う。相当すごい。さすがにウォーバー使ったけど、うん、使ってここまで打てれば十分じゃない、うん、夏場だったら5マガジンくらいいけんじゃない、うん、意外ともうそう、メーカー側もいろいろ考えてんのかなっていう感じ。どれだけ効率よく動かすかみたいな。寒冷地仕様みたいな。寒冷地仕様は出してほしいけど、まあ売れないでしょ。結局、どっちどっち。どっちがいい？いや、これは好き嫌いあると思うな。トリガーで言ったら間違いなくジェネフォーの方が使いやすい。うん、シアまでの距離が、こっから、まだまだまだ、ここから、かかる。ジェネフォーの場合は、うん、ここまで遊び、こっから重たくなる。ああ、そういうことね。重たくなるまでの距離がこっちは長い。長い。まあ、だから速射しようとするんだったらこっちの方が。やだ、こっちなる。状況によるんですよね。だからあの、その突発に出てきた場合は多分どっち使っても一緒。ただ、うん、あの遠くから後ろからこう。精密射撃みたいなところでやるときにここまで長いと若干ガク引きになっちゃう。ここに光学機器乗せて撃ちたい人、アイアンサイトで狙うのちょっとむ難しいなって人はジェネ5買うべきだし、買った方がいいかな。あ、一応ここにも乗せれるキットはあるんだけど、確かあるは高くなっちゃう。ハイマウントになるから調整しにくい。でこっちはここがこのプレート分下がるから、サイトもそのまま使える。うん。サイト外さなくていいんで。燃費効率はやっぱり、どっちもどっちだと思うけどな。ホルスターに収めやすいか収めにくいかとかは、その人に埋める。ああ、ほんと好み。あと、アンビ？左利きの人は、こっちの方がいいかも。結構、俺右利きだけど、こっちのリリース使うんですよね。場所によって左利きになって打ってる時があって、その時に、マガジンリリースしたいんだけど、はって思ったけど、俺前半だから関係なかった。ただこれも良し悪しなんですよね。なんで邪魔くさいとか？構えた時にぶつかってホールドオープンしないっていうのが結構あるんです。握り方によるんですけど、アンビだとどうしてもその欠点が出やすいっていうのはあるけど、使いやすいのはこっちかな。まあでも本当にこの差は好み、乗せるか乗せないかっていうの差ででかいかも。乗せて運用するんだったら絶対こっちの方がキビキビ動くと思います。俺買うんだったらこっちか。今度決戦サバゲー参加者募集、サバゲーするならガンズロックス。70点でいいんじゃない。何マイナス30って。やっぱガスっていうのはでかいけど。そこ本当に否定じゃん。そう、それだってさ、だからってさ、じゃあさ、前半のブロック100点かと違うでしょ。何なのよって。いや、難しいよ。お宅のじゃあ100点のブロックは何？本物かい。眠気吹っ飛んだよ、今ので。90点かと言われると。ちなみにね、90点くらい、あの、田中とか90点くらいじゃなかったっけ？あれは、おかしい。結局ね、100点からマイナスしていくのは、その時の気分なんだよ、絶対。気分もありますけど。でも、あのペガサス2はおかしいって。だってさ、じゃあ、マルシンのリボルバーだって75くらい。あれ、カートですよ、だって。カートであんだけ飛ぶんですよ。そうない、もう、ああ言ったらこう言うだね。かわいいやつだね。あんまり、あれだってそのジェネフォーとの違いが、ない。あんまり高得点与えたくないっていうのはある。それはオタクの甘野じゃん。これといってでも、はっきり言うと衝撃はない。あのペガサス2の時の衝撃は全然ない。 あれはその前の、うん、要はリボルバーと呼ばれる銃が飛ばない、安定しないって呼ばれてたのに、うん、あんだけ飛ぶし、しかも弾数も普通に20何発入る、4ぐらい入るんじゃない、あれ入りますよね、うん、
って40メーター普通に飛ぶんだったら、うん、あれはちょっとびっくり。今までだったら20メーターだって狙えねえし、下手したら10メーター行くかみたいなのが行ったし、あとその後のマルシのカートも、はっきり言ってその前のカートって5メーター飛べばいい方。まあ、当たり外れが、ね、当たり外れがあったし、だけどそれに比べてあれ割と飛ぶね。から衝撃は受けたけど、はっきり言ってこれはジェネフォーと大して変わんねえんじゃねえかって俺は思う。ジェネフォーが良すぎた。ここら辺の有名メーカーになると、前の過去の実績がありの、あら、あんまり。そりゃさ、時代はさ、進んでんだから技術も進化もだけど、結局、いや、こう言っちゃあれだけど、色塗り替えただけ。2年とか経って、まあ、新作出ると思って、ふって見たら、あれこれ色違い長さ違い、はい、そうで、それはもう同じもんだから、それは新作じゃないから、ただのバージョン違いみたいなもんだから、まあまあまあそう、色違い中身は変わらないわけじゃん。なんで80、いや 85、 正直でもいいんだよ、70でもいいんだ、70でもいいんだよ、うん、いや70はちょっと低すぎるなと。あれが80って考えたら、うん、82ほぼ僅差。要はオプションが載せられるようになったなって、単純に好みで点数言うんだったら忖度なしっつってんじゃん、気にすんなっつうの。いや忖度だったら面白いけど、それで下がるんだ、下がっていいんだよ。いやでも80が妥当かな、80かな、どっこい、どっこいだと思う、まあ、だから Gen5 と Gen4 は好みで買いなさいってことだね。うん、うん、逆に俺はこれちょっと気に食わないけど、他の人が触ったら結構いいって言うかもしれない。あのはっきりしてるっちゃはっきりしてる、あの落ちるところが、うん、そっちって割とちょっと触っただけですけど毛髪みたいな感じになっちゃうから、そういうのをはっきりしてる人はこっちの方がいいかもしれない。80点かな。はい、はい。